Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. 10月1日生まれの方、お誕生日おめでとうございます。僕は占い師ではないので、占い師さんが出した結果を読み上げさせてもらいますね。10月1日生まれの方は強い信念を持っているタイプで、意志が強く何か強いものを秘めています。好奇心が旺盛で野心も強く、常に高みを目指しています。しかし、人を寄せ付けない雰囲気ではなく、逆に感じの良い方でもあります。野心家な割には攻めばかりではなく、安定を求める気持ちも持っています。少しプライドが高い部分も持っていますので、意固地になってしまうことも少なくありません。人の声をきちんと受け止めることができずに、痛い目に遭ってしまうこともありますので、注意してください。コミュニケーションをしっかりと取ることができる方でもありますので、ビジネスにおいて成功をつかむことも難しくありません。洗練された雰囲気を持っていることもあり、相手を気持ちよくさせて、スムーズに交渉を進めていくこともできます。さらに頭の回転も早い方ですので、いつも生産的に動くことができます。意固地になるのはもったいないと言えます。短気を起こすと全てを失ってしまいますので、気をつけるようにしてください。また、天秤座らしく芸術にも興味があり、美しく綺麗なものが好きという気持ちから、芸術品を集める方も多いようです。芸術品を見極める能力がありますので、美術館などへ出かけてみることもおすすめです。美しいものを眺めることで、あなたの美的センスはさらに高まっていきます。おしゃれでセンスが良いと評価されることも多いようです。芸術品を集めない場合には、洋服などおしゃれに関するアイテムを集めがちかもしれません。21歳までは人間関係が重要になってきます。社会面や金銭面での学びを意識するようにしてください。幼い頃から大人になるまでに学んだことは、その後の人生において必ず役に立ちます。22歳になると、能力や気持ちなどの面で変化が出てきます。学んできた内容を実践したいと思い始めるのかもしれません。様々な面で自分を見つめ直す時間となりそうです。52歳を過ぎると、刺激を求めるようになっていきます。今まで見たこともなかったような世界へと足を踏み入れたくなります。人間関係をガラッと変化させたり、旅行などに出かけて視野を広げようとするようになります。違う世界を見るという点で、外国文化や外国に興味が出てくるようです。晩年は新しいことが多く、常に楽しい時間を過ごせます。そんなあなたの裏性格は、観察力があるタイプで、物事を観察する力があります。洞察力がありますので、人を統率することにも優れているのかもしれません。人を見極めてうまく配置するということも得意な方です。そういったこともあり、誰かの下について活動している場合には、能力を発揮することができていない恐れがあります。洞察力が優れていることもあり、先を読みすぎてしまうこともあるのかもしれません。まだ結果の出ていないことに関して、悪い方向に考えてしまい、心配しすぎてしまうこともあります。心配しすぎてそのことばかりに頭が取られてしまうこともありますので、注意してください。神経をすり減らす時間が多くなってしまい、もったいないと思います。心配性すぎることで孤立してしまうこともあり得ます。おおらかな人から見ると、すごく窮屈な方のように見えています。心配性がメリットとなることもありますが、デメリットになってしまうこともありますので、ほどほどを心がけるようにしてください。ただし、わざわざ自分から孤独を求めることもあるようです。いろいろなアイデアを発揮して人が集まってくることもありますが、良い評価を得て社会的に高い位置を得たとしても、逆に孤独を感じたいと思っていることもあるようです。一人になる時間によってあなたのパフォーマンスが支えられているということもあります。繊細すぎて人を観察することで逆に疲れてしまうのかもしれません。仕事運、采配を振るう仕事に向いており、優れた洞察力を持っていますので、人それぞれの能力に合った位置に配置することもできます。組織の運営としては、人の能力を最大限に活かすことはすごく大切なことですので、管理職として前に出ていくこともおすすめです。
人から慕われている管理職になる能力を秘めています。これは人以外のことでも言えます。最小限の材料で最大限のパフォーマンスを得ることができる方です。他には自営業にも向いており、目の前の人が何を求めているのかということを感じることができますので、相手が求めているものをピンポイントで提案することができます。芸術的なセンスもあり、見る目も優れていますので、画廊などを経営することもおすすめです。芸術品を見抜く目がありますので、本物を人に紹介する仕事は最適です。何かを見抜くということを意識して仕事を選んでみてください。あなたのように本当に必要なことを見抜くことができる人はそんなに多くはありません。潜在的な意識にアプローチすることができれば、必ず成功への道が開けます。恋愛運。恋愛傾向は愛されたい気持ちが強いタイプで、自分を犠牲にすることが多い方です。愛されたいという気持ちが強すぎるために、自分を見失ってしまうことも多いので注意してください。人に何か答えを求められた時には、自分の本心ではなく何を答えれば相手から好かれるのだろうかということを意識した発言をしてしまいがちです。常に自分のことよりも気に入られる方法を考えてしまいます。そのおかげで愛する人が隣にいてくれているのかもしれません。しかし心の中は不安でいっぱいで、孤独ではないのに心が満たされないということが起きてしまいます。自分をきちんと表現することができるようになれば、満たされるようになります。自分を偽って手にする愛も愛ですが、自分自身が嘘をつきながら手に入れる愛は本当に欲しい愛情なのか、しっかり考えてみてください。あなたは誰かのおまけではありません。あなたらしさを表現して恋を手に入れてみてください。恋をすることは窮屈なことではありません。しかし窮屈な恋をしがちです。好きな人と一緒になることができても、どこか不安を抱えていることが多いようです。以上、10月1日生まれの方の占いでした。何かの参考にしてくださいね。